皆さんこんにちは、プロボーラーの小林哲也です。こんにちは、小林よしみです。はい、ということで、前回に引き続きリモートでの動画レッスンを行いたいと思います。はい、前回は効き目のお話をしました。皆様確認しましたか？自分がどっちかっていうのを確認していただいて、ぜひね、参考にしていただきたいと思います。まだ見ていない方は、ぜひね、前回の動画を見ていただいてから今日の動画見ていただきたいと思います。早速ですけども、今日の内容です。今日はフッキングポイントのお話をしていきたいと思います。今日見てくださる方、スパッと見てる方、ドット見てる方、ファーライン見てる方、いろんなところ見てる方多いと思いますけども、大事な部分っていうのは、その見てる部分に通るかどうかっていうのも大事ですけども、奥のフッキングポイントですね、このフッキングポイントにちゃんとボールがいってるか、ただスパッと通ってるっていうだけではうまくいかないですよね。なのでぜひね、そのフッキングポイントのちょっとお話をしていきたいと思います。よしみプロは、スパッとを見て投げてるんだよね。はいはい。まあ、ただスパッと見てるからといって、スパッとだけを見てるわけじゃないよね。はい、ちゃんとどこを通って、どこまでボールが出ていって、どうやってピンが倒れたかまで見て投げてます。まあ、よく僕らは言う3点ターゲットっていう話もするんですけど、こう自分で線をつけていく、ピンからずっと線を結んでいくっていう形を、やるんですけども、ちょっと分かりにくい部分もあるので、ちょっと前回と同様、画面を共有しながら、ちょっと見ていきたいと思います。はい、ということでね、早速やりたいんですけども、まあ、例えばですよね、例えばスパットは10枚。でも、フッキングポイントを、5枚。5枚じゃちょっと、まあまあ出すね、ボールをね。まあ、例えば、ね、はい。まあ、10枚で5枚ってなった時は、まあ、その3点ターゲットって話をするんですけど、例えば少しボールを出さなきゃいけないので、多分、落としで言うと、まあ、13、4枚ぐらいになるのかなと思います、ボール自体は。まあ、これあくまでイメージなので、あまりこう、これが全て正しいというわけじゃないですけども、ここからスタートしていって、ね、っていう感じで。前回より。まっすぐ行った。前回よりは。はい。はい。まあ、ちょっと最後鋭角に曲がってるけども。はい。まあ、ということでね、皆さんは、この、例えばスパッと見てる方は、このスパッとだけを、見てるだけでは、フッキング、ここまで行き着かないんですよ。っていう話をしたいんですよね。なかなかこのスパッと見ただけでも体の向きだったりとか、そういったものを合わせなきゃいけないので、自分が、どこに立ってどこに投げたいかっていうのを明確にしなきゃいけないです。で、その時にできたらピンに辿ってほしいんですよね。ピンからずーっと、まあ、これで言うと、まあ、ここはフッキングポイントでここで曲がるとは思うんですけども、ここからじゃなくて、このピンに対してずっとビーっとこう線を引いて、よいしょ、こういった形で引いてあげると、自分が落とした位置から、スパットを通って、フッキングポイントを通ってっていう形で、ボールが、軌道がしっかりと見えるようになりますね。どうしてもこのスパットだけを見てしまうと、体の向きが合わなくなるんですよね。これが多分よく多い話。ここに通ってるのに、投げたいところ行かないっていう人は、大概この体の向きが原因になってきますよね。はい。向きとか、あとは落とす位置。うん、うん。ですよね。この位置ですね。はい。はい、今哲也プロが言ったのは13枚落としの10枚スパットですけど、うんうん、これが仮に15枚落としの10枚を通っていたら、まあ、必然的にボールがもっと膨らむ状態になりますね。あの手前のオイルの状態だったりとか、まあ、そのね、フッキングの前後の位置、フッキングがもっと手前であったらまた話が変わってくるかもしれませんが、まあ、この同じ条件の中で投げるって考えた時に、落とす位置が違ければスパッと通ったところは一緒でも、はい、行き先は違くなりますので、そういう違いが出てきます。はい。なので、この体の位置だったりとか向きだったり、また落とし位置っていうのも、しっかりと確認をしなければ、ただ同じところをスパッと通ってても、全然投げたいところに行かないことっていうのは非常に多いかなと思います。まあ、例えばこうクロスで投げたいと思ってても、まあ、5枚
ちょっと極端かもしれないですけども、7枚ぐらいに落として、10枚をこうクロスで投げたいなっていう風になったとしても、体の向きが全然違う方だったり、落とすところが違ければ、投げたいところに、仮にスパットに通ったとしても、行き先っていうのは変わってしまいますよね。はい。なので、この、しっかりとフッキングポイントまで見る。で、このピンからずーっと線を引いてあげるような意識をしてあげると、これ体の向きとかが合いやすいかなと思います。僕なんかは構える、まああんまりこう構えてからすぐ行っちゃうんですけども、まあ大体こう自分の中で体の向きっていうのはもうある程度分かってるので、投げたいところに対して体の向きをしっかり向けて、構えてセットしてすぐ行くっていう風な、ルーティーンでやってますけども、ぜひね、この向きとかチェックして、こうピンを見るっていうんじゃなくて、ピンからずーっと辿ってきてほしいですね。線を引いて自分で、もちろん線は見えないですけども、レーザーポイントじゃないけども、ビューってこう線が引いてるようなイメージ。多分そうやってやってあげると。うん。フッキングから結んだラインにあれですよね。自分のこのおへそを。そう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 。おへそからビームが出てるとして、そのラインの方向に、このビームを乗せてあげる。はい。っていうイメージですね。そうなんですよね。なんでね、そういった、形で投げてあげることによって、ボールの軌道も安定するし、自分が投げたいスパットに落として、して、フッキングポイントもしっかりと、ボールが行くのかなと思います。はい。これ、はい、天ピンも実は同じです。うん、そうだね。この原理と。はい。おへそ、まあ、もう、口しょっぱく今まで何回もやってますけど、この自分の体の向きが、投げたいそのライン、天ピン結んだラインに乗っているかどうか、ちゃんとビームが出ているかとか、あとはその落とす位置、先ほど言いましたけど、絶対プロが言ったように落とす位置と、その狙ってるスパットの人はスパット、手前のドットの人はドットだったりとか、そこがちゃんと結べてないと天ピンも取れないので、はい、そこがね、落とし位置、スパット、そして、まあ天ピンの場合フッキングっていうのがあんまりないですけど、そこがちゃんと結べてるかっていうのが大切になりますので、はい、これは1投目も2投目も同じです。そうですね。で、前回の利き目の話じゃないんですけども、やっぱり利き手と利き目が、違う方っていうのは、このフッキングポイントというのが若干難しく感じるかもしれないですね。やっぱり、利き目と逆なんで、思ったよりボールが出すぎちゃったりすることが多いので、まあ、僕なんかは、その利き目と利き手が逆になっちゃってるので、あまりこうスパットっていうのを意識してないですね。もうどっちかというとこう自分のこの見た、右目で見たところのフッキングポイントに持ってくる。そこから線を引いてあげてる結果、そこにスパットがそこだったり、まあ僕はファウルラインを見てるんですけども、ファウルラインがここっていうような形でやってます。なんで、見るところがスパットを見るんじゃなくて、フッキングポイントからこう引っ張ってくるようなイメージですね。で、やってあげると多分、利き目と、特にね、利き手が逆の方は、投げやすくなるのかなと思います。なんかついね、やっぱりスパットを見ましょうって言ってるので、スパットばっかり気にしちゃってる方が多いかなと思うんですよね。なので、そういった、スパットだけじゃなくて、フッキング自体っていうのを、そのボールがどこで曲がってるかっていうのを見なきゃいけない部分も多いと思いますので、ぜひね、そういった確認もしていただいて、利き目と合わせてね、見ていただきたいなと思います。はい。実はね、フッキングが、もしかしたら一番大事っていうくらい、スパッと通ることよりも、やっぱりフッキングしっかりそこに持っていけるかっていうのが大事なので、まあ、もちろんそのボールが縦回転気味の人と横回転気味の人で、同じフッキングに持ってったとしても、その先の動きが違ったり、まあ、ボールによっても違うと思うんですけれども、まあ、曲がる人がフッキング5枚で中からこう投げてたと。そのフッキングに向かって曲がらないタイプの人が、外面のね、7、8枚から5枚に向けてちょい出しだったり、まっすぐで投げたりっていう、なんかそういう方法もあったりするので、はい、ぜひね、皆さん、フッキングを気にして、まあ練習の中で取り入れるのが最初はいいのかなと思いますよね。毎回、あ、フッキングどこ、フッキングどこっていうのを、はい、癖づける、見るのを癖づけるっていうのが大切かなと思います。まあ、ということでね、今回はその、利き目の話から、ずっと引き続いて、このフッキングポイントの話もさせていただきましたけども、ぜひね、こういったところの確認をしながら、
引き続き練習の方に励んでいただきたいと思います。はい、ということで今日は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回もお会いしましょう。バイバーイ。いつもご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。コバ TV では、メンバーシップというものを始めました。月額990円コースと2990円コース、この2つを用意いたしました。詳しくは概要欄に貼っておきますので、皆様興味ある方はぜひ見ていただきたいと思います。それでは皆様よろしくお願いいたします。